災愚数用中がらびら三振待ちです、今日はですね久しぶりです。前島さん久しぶりです、10年ぶり。そうですね、うん、10年ぶりぐらい会うのは8年ぶりぐらいですかね。そう8年ぐらい、うん、横浜の時に私が、パソコン教室と、はい、IT 発信をやってる頃に、うん、ホームページを勉強に来て、ホームページ勉強して、ね、IT 関係のことを教えてもらって、うん、おかげさまで、うん、いきなりあのお客さんが増えて沖縄までも何回も来てるし。そうですね、ね、だからちょっとフェイスブック見て、うん、フェイスブックでもつながりましたしね、はい、でその時にもうあちこちもうオファーがあって、ね、セミナーだったり合宿やったり。そうですね、まあ、治療であったり、ね、北海道から本当にここ沖縄まで。沖縄最近よく呼ばれてますね。そうですね、半年ぐらい、その前は半年前ぐらいでした。去年の6月7月ぐらいですね、で今年と、うんうん、でちょうどあの時何年も8年前ぐらい、はい、何回か勉強に来てくれた時に、うん、私も気候のことについて教わっていたんですよね、うん、そうですね、みんなには言ってませんけどでその時に、うちの生徒さんがやっぱり肩が痛いとかお腹が痛いとか、ね、歩けないとか歩きにくいとかっていう人もいたじゃないですか。そうですね、もう足がもう全然痛くて歩けな いね、ね、そういう人たちがいて、お興味を持って、でみんな、うんうん、セミナーというか勉強会というか、うん、簡単な形ですね、そういうことをやって、それがまた広がって、うん、あちこちで、うん、あの時も忙しかったですけど ね、さらに今日久しぶりになったら、私が今日嬉しかったのは音楽と木、うんうんうん、それがすごいつながったのと、うんうん、あと本当に偶然ですけどね、まあ、必然でしょうねこれは、うんうん、脳のこととかいろんなことを話したらもう全部気候でつながっていくし、うんうんうん、木とつながりますしね、うん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 、すごいなと思いました、うんうんうん、そもそも木って気持ちっていう字書くじゃないですか、うん、気持ち、木をどこに持ってるか、うん、木をどこに持ってるか、それを感じるのも気候なんですね、うん、だから、自分の体の感覚をいかに観察するかということで、うん、感性がどんどん磨かれていく、うん、その話ですよ本当そう、俺があの時8年前だったら何言ってんの前島さんと思ったかもしれないけどうん、うん、本当にこの感覚が今分かります、うんうん、で三振引くでしょ、今どこで感じてるかっていうのを、はいはいはい、うん、そんなことですよね。そうそうです、そうです、ね、で実は前島さん何を隠そう、ミュージシャンですから、まあ、元、まあ、もう元ねでここで私が好きなのは何かがきっかけで何かを始めるっていうことあるじゃないですか、はいはい、で、IT もパソコンもそうですけどきっかけがあったわけですよ、はいはい、でパソコンを始めた時にはこれから時代の読みっていうか、これから未来はこうなるんだと、うん、1995年なんでインターネットが始まってまだ20年、うんうんうん、経つか経たないか、うんうんうん、で本当に1995年でインターネットが少しずつ普及して、うん、そして今、うんうん、初めて先がっていうか未来が見える感覚なんですね、うん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 、でそしたら前島さんがさっき感じるっていうことでは、うん、俺はそういう感じた方です、うん、でも木で感じると観察するとって言ったんでしょうかね、うんうんうん、なんか、ゼロになったなんとなんか忘れました。それはどうなんでした、観察するっていうのは。観察するっていうのはイコールさっきも言いましたけど感性につながっている、感性につながる、うん、いかに感じるかが感性を磨くっていうことになるんですけど、うん、まあ、よくねいつもセミナーなんかでも話してるんですけど、うんうんうん、観察ということで例えば病気を例に例えると、例えば10の痛み、10の症状がありました、うん、0からいきなり10になるわけではなく、その前には必ず8の痛みとか5の痛み、2の痛みがあるわけです、ね、で感覚が敏感になってくると早い段階でそれに対処ができるように、うん、このままこれやったらまずいなと思って、上田さんも酒飲みなんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、飲むときは飲む、飲まないときは飲まないって感じですけど、酒飲みの人って自分の適量知ってるじゃないですか、うんうんうん、それ今までそういう感じて経験したから適量が分かるわけですよ、ね、うんうん、で病気のことも関節がんが発達してくると早い段階で、あ、このままこれやったら風邪ひくなとか、これやったらお腹壊すなとか、まあ、いろんな病気ありますけど、それが早い段階で分かるようになる、
でそれがさらに進んでくると、うん、0からもう1になる前、うん、以前にね、勘が働くようになるというか、あ、今日この道を行ったらまずいなだとか、行く前に、家を出る前に分かる、まあ本当胸騒ぎっていうね、感覚が伝わってくる、うん、直感というか本能というかね、そうですね、本当に直感って、第6感って五感と別のところにあるわけじゃなくて、五感の延長線上にある、五感の延長線、五感の延長線、第六感ですかね、第六感、一心伝心、そうそう、うん、それ全部誰でも持ってる、うん、持ってるものなんだけど、それが感性が磨かれてないばかりに分からない、うん、気づかない、気づかない、うん、だから本当に 気づくですね、気づくですよね、この感覚をなんかすごい分かるな同級生同級生いやー8年前ではちょっとこんな、うん、こんな会話までいかなかったですね、そうですね、それを私もこの大自然の中にいて、うん、すごい感じるし、で今で言うと 木を自分のそれこそ臓器も感じながら、それが私にとっては脳を本当に感じ始めた時だったんで、今どこが感じてるかが分かるし、で幸い脳って今絵で見ることもできるしね、レントゲンみたいな感じでも見れるし、あとは今言ったように予防医学じゃないけど予防することができるわけですよね、一の段階でっていう自分を観察してるんで、観察することで予防以外にも自分の絶好調の状態っていうのをいつでも引き出すことができる。例えばですけどね、もともと今ね、ミュージシャン、元ミュージシャンで、30歳ぐらいの時に毎日演奏しててものすごく波があったんですね、いい時悪い時、絶好調の時ともうドスランプの時、それである時絶好調の時があって、本当に誰が弾いてんだろうっていうぐらい、もともとギタリスト、ボーカリストなんですけど、気持ちよく演奏ができる、指が勝手に動く、で誰が歌ってんだろうっていうぐらいものすごく気持ちがいい声が出る、自分で歌ってるのに演奏してるね、自分で歌ってるのに、で絶好調の時があって、その時にね、観察してみたんですね、自分をですね、客観的に、あ、絶好調の時って、あ、重心がここにあるんだ、あ、ここが適度に緊張して、ここはリラックスしてるんだ、気持ちはこんな風なんだ、気持ちとか感情って必ず体に反応に現れるので、その体の反応も観察して、でその絶好調の状態をその場で覚えてしまったんですね、そしたらその感覚を引き出すだけで、いつでも絶好調の自分を引き出すことができるようになる。それも観察しようと思わなかったら一生気がつかなかった感覚、観察するっていうのは本当にね、いつも気功教室ですとか、ヒーラー養成講座ってやってるんですけど、ものすごく口を酸っぱくして言ってます。でもそれが、きっかけが音楽をやってました、ね、やってて、でもっと人に伝える、なんか感じるにはどうしたらいいかと思ったら、気候につながったわけですよ ね、 そ, うですね、でそれが今前島さんがこれけどもう何十年20年30年音楽、あ、気候としては、あ、気候を習い始めたのが、ちゃんと習ったのが30ぐらいだったので、もう27年ですね、約30年近くもこういったわけですよ ね、 すね、だから今私も音楽やってるんで、その感覚が分かりますしね、そもそも音楽、音楽の追求で気功を始めたんですね、一流のミュージシャン、技術的には自分と大差ないや、でもこの人と自分ではなんでこんなに出てくる音が違うんだろう、あ、これは気だなっていうことでね、それで気功を、エネルギーですよね、そうですね、気のエネルギー、で気のことが分かりだしたら表現力が全く変わってしまった、だから私も今の話でいくと、最近ここにいるとよく言われるのが、怖くないですかとか、寂しくないですかとかって言うんで、いやいやすごいよ、宇宙のエネルギー感じるよとか、無意識のうちに宇宙のエネルギーとか分かってないのに言うようになったんです。で、いやここにいるとね、悟りが開けるんだよって、悟りの意味も分かってないのに、すると自分から発した言葉に興味を意識するようになるわけです。これは無意識の言葉が出てるところから、あれ
ちょっと宇宙エネルギーって何、うん、悟りって何って調べ出したんです、うんうんうん、でそれが今さっき話したように、この人と自分の差は何だろうと、差を取る悟りとか、うん、あとは一番は宗教的な話するともう難しくて分かんなかった、うん、理解できなかったけど、うん、心っていうと理解できなかったけど、そう考えると、うん、理解できるようになった、うんうん、差を取る、あとは自分に気づく、うんうん、ということは、うん、さっき言った時に気づくことですよね。そうですね。だからすごい共通点があるんですよね、うん、今悟りって話に出ましたけど、うん、それもね、観察するっていう、観察する、これ自分とかね、うん、あのよくね、悟りへの道で例え話でね、いつも話してることなんだけど、あのジグソーパズルでできた4コマ漫画の集大成っていうかね、単行本っていうか、でジグソーパズルってある程度ピースが埋まっていくといきなり全体像が見えるじゃないですか。それね、小さな気づきになるんですね。でその小さなピース一つ一つが経験なんです。経験がある程度重なると、ああこれはこういうことだったっていうのに気がつく。あ、このためにこれがあったから今の自分があるんだ、うん、っていうのが気がつく。例え話が分かりやすいですね、うん、そうなんですよね。で4コマ漫画って起承転結あるじゃないですか。で一つのコマが一つの小さな気づきで、起承転結になって初めて大きい気づきが得られる。でそれが一冊の本になって大きい悟りにつながるっていうふうに考えてるんですね。私も実は それで全部今までの過去の経験がつながるまですごい時間かかったんですよ、うんうんうん、そう。でもつながりだしたら面白いんですよ。もうポーンってもうそれなんです。それこそ、さっきは病気になる前に、あの人生って良くなる前触れ、うん、悪くなる前触れ、うん、いきなりバーンとはほとんど震災じゃない限り来ないじゃないですか、うんうん、地震、天災の限りで前触れって必ずあるじゃないですか、うんうん、それをすごい感じるようになりました、うんうん、良くなる前触れを今とっても感じます、うんうん、前は悪くなる前触れも感じはしたけど、うん、あまり意識してなかったんで、うんうんうん、ずるずる時間かかってしまったと思うんですね、うんうん、だからそれはもうすごいいい意味で観察すると良くなることも気づくわけですよね。そうですね、うんねうん、で このように良くなりたいという自分がいたら、うん、そのすでになったという感覚を再現すると、うんうん、なってる感覚ですね、うんうん、早くその慣れるっていうかね、うん、だから最近ですね、私あの脳の勉強を少し始めて感じたことは、うん、人間って予知能力があるっていうのと、はいはい、さっきの話とつながりますよね。そうですね、うん、悪くなる分かって前もってもう気づくから、うんうん、だからそんなことを脳科学的にも証明されてるんですよね、うんうん、例えばこう叩くって思う前からその指令が出てるとかね、すごいなんかあのいろんなことを感じ始めます、うんうん、でなんかさっきあの音楽をやって音玉、うんうんうん、さっきそんな話をしてたまたま私もここ何ヶ月1ヶ月以内に音玉っていう言葉を知ったんですよ。それどんな話でしたっけ、音楽言葉の絡み。ですね、うん、あの音って振動じゃないですか。振動、はい、振動イコール波動じゃないですか、うん、で気も波動なんですね、うん、気イコール波動、うん、でも気とか波動っていうのは普通は、普通の人はあの、まあ、目に見えないものだし、うんうん、まあ匂いがあるわけでもない、うん、でも音って誰でも聞こえること、聞くことができると、うん、でその目に見えない聞こえない波動が聞こえるという形になったものが音になってきて、でその音に自分の意識とか人の意識、まあ、全ての意識が関与してくると音玉になってきます。音玉になるわけですね。で形になったものが音玉なんだけど、まだそれには意味付けがされてないと、うん、でその音に意味付けがされたものが言霊になってる、うん、これ例えば、うん、一本の木をこういう形にしました、うん、切り出しました、うん、でこれはこの形があるだけで、うん、まだ何に使うものかわかんないんですね、うん、もしかしたらこと重量上げの練習に使うものかもしれない、うん、もしかしたら枕かもしれない、うん、台かもしれない、うん、でもあじゃあこの椅子に座ってください、うんって言った時点でこれはもう椅子になると、もともとは波動なんです、うん、だから言葉の波動振動ってものすごく強力なエネルギーを持ってて、言葉一つで喧嘩にもなる、戦争にもなる、病気にもなる。上田さん大好きって言うともう、うん、
嘘でも嘘でもなんかね、うんうん、何よみたいな感じになるじゃないですか。だから本当に不思議に思うのが、例えば脳細胞、うん、脳細胞と、宇宙を、うん、銀河系が一つの、宇宙だとすると、うんうんうん、脳細胞と宇宙の星の数がほぼ一緒、うんうんうん、これ偶然なのか必然なのかとかですね、例えばじゃあ最近、宇宙は音で、うんうん、波動で全部、音があると、うんうん、で地球も音が、うんうん、でその音を聞くとなんか心地よくなるとか、うんうんうん、なんかいろんな人たちが今私の前島さんもそうですけど、見えないもの、見えない力、見えないエネルギーを感じる、で医者もそうで、科学者物理学者、医者なんかもその見えないものとか今まで不思議、こういうことが不思議っていうことに興味を持って解明していってっていうのが本当ここ 2,3 年で増えましたよね。仕事忙しいでしょ。上田さんのIT のおかげで、だから本当に前島さんなんかはもう本当に今全国飛び回ってるんで、でちょうど本当に Facebook ではもね、おかげさまでつながったの で、でそういうことも私実は予感していたんですよ、うん、本当にもうこういう最近だからそういうイメージ、うん、イメージする力ってすごく大切だなと。コミュニケーションの中からイマジネーションが、イメージが生まれて、うん、でそうやってそういう人たちが本当に増えて、うんうん、これもやっぱり、まあそれこそ IT をたまたま、そのきっかけで三線も特別な意識で広めたいと思ったし、うんうん、できるともう最初から思ってましたからね。でよいろんなちょっと事前に久しぶりなんでいろんな話をして、すごい前島さんパワーアップしたなという感じも、同級生ですからね、うん、で今後の展開としてはどんな感じでこの皆さんにエネルギーを気を広めたいですか。気の扱い方、うん、扱い方というのを広めたいっていうかね、今そのヒーリングって言って気の調整で、まあ病気が治ってしまったりとか、そういうのをメインでやってるんですけど、でもそれって扱い方を覚えるだけで誰でもできるので、でもその扱い方を教えていく、まあ一家に一人そういうヒーラーがいる時代っていうのを気づければいいですね。だから要は今思いつきなんですけどね、気を使いなさい、そう気を使いなさい、そうそう、でこれが気をつけなさい、うん、もうどっちも取れますからね、うん、気を使うわけですね、うん、気のせいとかね、気のせいとかね、うん、おうおうおう、でこれもいい意味でも両方取れますからね、そうそうそう、あこれは気のせいよとか、そうそうそう、あこれいいことがあった時に気のせいなのよと、まあ、気のおかげっていう、気のおかげとかね、うん、おうこうだから俺気に囲まれてるから気が充満してるのかもしれない、うん、そういうふうにしたいわけですね。で私もたまたまですね、まあ、昔もやってましたけど、今度そういう合宿、うんうん、でこういう沖縄もすごい木がたくさんあると、うん、癒しの木が すごくね、うん、やっぱ違いますね、独特ですね、独特ですよね、もちろんいい木が多いんだけど、いいも悪いもね含めてね、独特ですね、うんうん、まあ霊的なのか、うんうん、まあ、その霊的なものも気の一部なんですけどね、うんうん、であと、うん、ここはすごく、ま、いいですよね、うんうん、私がまず心地よいんで、あとそれと、最近私がハマってるのがですね、無音、うん、音が全くない状態、はいはいはい、無風状態になるとここはシンっていう音が聞こえるんですよ、はいはいはい、その時にすごい気持ちよくて集中力が高まるんですね、うん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 、だそれここでとっても気に入ってます、うんうんうん、だそういうぜひ前島さん、私もちょっと企画しますから、あ、ね、私も横浜行きたいし、ね、横浜にも呼ばれてるんで、うん、なんかいろいろとコラボして、あ、うん、今感じるっていうこの、うん、今思いついたんですけど、うん、無音のとこで自分が声を出す、うん、三振引く、うん、でその振動を体に感じてそれを広げてっていう、うん、全部自分のエネルギーで包まれていきます、うん、ここは今360度山に包まれてますでしょ、うん、無風状態だったら今でも小玉
セイダマ聞こえますけど、もっとプリってこの会話が全部聞こえてくるんですよ。これがすごい気持ちいい。だからこれが夜中だろうが、昼間だろうが、特に夜中でももう本当に満天の星を見ながらすごい気持ちいいです。だからイメージ的にはですね、脳で聞いてるイメージです。頭の中で聞いて、耳から聞こえてくるんじゃなくて、そのイメージがすごい気持ちいいですね。ぜひ動画を見てる皆さん、なんかプロの方がやはりね、習いに来るセミナーを受ける人が最近増えてるんですよね。全く初心者っていうと、初心者というか悩みがある人で、心の悩み、特にうつとか、そういう、まあ、肩とか腰とか膝とかっていう人も多いですけど、きっとですね、私の予想ですけど、心の病の人たちが本当に多いし増えている。そうストレス起きてる、そのあたりを少し最後にに対してのうつとかですね、心の病とか、そういうのにどういう気遣いというか気の使い方を教えたいですか？そうです。まあ、物理的なものとしてはやっぱりそのうつの方だとか、硬い場所があるんですよね。硬い場所って血流量が鈍くなってる、こうそれは血は気の母っていうように血と気って、血液の血、密接な関係なんですけど、すぐできる対処法として、新型うつっていうのが、新型うつ病の人はほとんどがこの後頭部から首、背中にかけて気が滞ってるんですよ。だからちょっとマッサージするだけでもだいぶ違うと思います。これは実はですね、